万華鏡。万華鏡。は、内部に鏡を貼った筒を、通して、移動するビーズなどの着色された再編を、見ることを楽しむ、おもちゃの一種である。道義の英単語をカタカナ表記して、カレイドスコープ、KALEIDOSCOPE、とも言う。かつては万華鏡、万華鏡、百色メガネ、百色メガネ、錦メガネ、錦メガネ、とも、呼ばれた。観察者は筒の一端から覗き込み、他端からは光が入り鏡で、反射する。鏡を45度の角度に、交差させると8個、60度では6個、90度では4個の1回の、反射による鏡像が見られる。筒を回転すると着色された物体が、移動し、様々な色や模様を見ることができる。鏡の対称性により美しい図形が、見られる。2枚の鏡でできたものは、背景から独立したパターンとなるが、閉じた三角形の鏡でできたものは、視界の全体がパターンとなる。ディブイット、ブリュースターが、変更の実験の途中で、発明し、1817年に、特許を取得した。初期のデザインは、一端に一組の鏡を、置いた筒からできており、他端には半透明の円盤、その間にビーズを置いたものである。初期には科学における道具として、発明されたものが、おもちゃとして急速に複製された。日本には江戸時代の文化文政時代の、1819年には、すでに輸入され、紅家渡りサラサメガネ、などと、呼ばれて大阪ではその偽物が、出回るほどの人気を博した。万華鏡、万華鏡、は、内部に鏡を貼った筒を、通して、移動するビーズなどの着色された再編を、見ることを楽しむ、おもちゃの一種である。道義の英単語をカタカナ表記して、カレイドスコープ、KALEIDOSCOPE、とも言う。かつては万華鏡、万華鏡、百色メガネ、百色メガネ、錦メガネ、錦メガネ、とも、呼ばれた。観察者は筒の一端から覗き込み、他端からは光が入り鏡で、反射する。鏡を45度の角度に、交差させると8個、60度では6個、90度では4個の1回の、反射による鏡像が見られる。筒を回転すると着色された物体が、移動し、様々な色や模様を見ることができる。鏡の対称性により美しい図形が、見られる。2枚の鏡でできたものは、背景から独立したパターンとなるが、閉じた三角形の鏡でできたものは、視界の全体がパターンとなる。ディブイット、ブリュースターが、変更の実験の途中で、発明し、1817年に、特許を取得した。初期のデザインは、一端に一組の鏡を、置いた筒からできており、他端には半透明の円盤、その間にビーズを置いたものである。初期には科学における道具として。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。